チャオ、あっちゃんです。今日は大阪梅田、みつけさんに来ています。それ、ね、31階の最上階、ね、すごい景色のいいところですね。こんな感じこんな感じです。もう最上階の景色のいいところでランチいただきます。確かこの辺のはず。ここここ。ここです。はい。ありがとう。はい、ありがとうね。ちょっと今日参加したかったんですけど、ちょっと用事でちょっと、あ、はい、ありがとう。あ、子供さんに食べてください。あ、はい、ありがとう。もう、わざわざ来てくれて。あ、いや、まあ、テスト終わって家近かったので。あ、そうなんや、ありがとうね。はい。ありがとう。ありがとう。公開参加では無理やねんけど、って、ね、視聴者さんが来てくれました。はい、ありがたいです。はい。はい。あ、ジムさん、はい、ありがとう。視聴者さんが集まって。はい。まあね、これからね、みんなが集まったら移動したいと思います。ではまたね。バイバイ。チャオ、チャオ、あっちゃんです。今日は大阪梅田、みつけさんに来ています。それ、ね、31階の最上階、ね、すごい景色のいいところですね。視聴者さんが予約してくれてね、ここでみんなでランチオフ会したいと思います。すごい景色がいいとこやね。こんな感じこんな感じです。よいしょ。もう最上階の景色のところでランチいただきます。よいしょ。今回、ね、あちゃんね、トマト、オリーブとタコのトマトパスタサラダとね、パンね、ランチセットです。で、今回、視聴者さんが6人来ていただいて、みんなこんな感じで、みんな仲良くも談話中です。はい、こんな感じです。はい、ではいただきましょう。この辺がいいかな。この辺が一番みんなが映らへんところ。はい、あ、大丈夫大丈夫。ではいただきます。え、人参すごい。何、人参の手は珍しいな。赤たいの昨日早く終わったんで1時半ですか。すごい。9時からですよ。でもどうしちゃった。この1時間で終わったんで、いけるなと思って。それ昨日とか言うと5時まで。でも明日までか。だからいつもライブとかでそこなんですよ。あ、1本で5時まで。朝5時から4時で終わる。5時まで。大阪からですか。サラダを。私は都市伝説聞きに来たんですよ。あ、都市伝説、はい。なんだろうと思います。
ネタが都市伝説、オフラインで話するんで、うん、みんなには内緒ですよ、はい、来てもらった人だけの特典です、はい、結構いろいろあってね、都市伝説はあんまり話すとほんまにアカウントバンされるような話とか。そうなんですね。あれ先生食べてますけどめっちゃ耳だんごできてる、うんうん、月の裏の話もそう、怖い話、怖いっていうか、あの裏の 裏社会というか、みんなその表立って出てる情報じゃなく裏社会みたいな、ヤクザじゃなくもっと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 裏、もっと裏、私もこの人裏が知らない、うん、ちょっとね、ちょっとだけ食べてからもうバンされ、多分バンされるか命もバンされるか、じゃあみんなちょっとここですと携帯ちょっとあれマンゴージュースなんて、こすっとします後で後で、なんかそんな話を、いや、そんなどなたかから聞いた、それいろんな人を聞いた、あ、はい、いろいろそういう筋の人から聞いたりとか、最初面白くて歴史勉強してて、中学校違う学校の時歴史大嫌いって勉強してへんかって、大人になっていろんなとこ見に行ったら面白いなって歴史勉強しだしたら、歴史の裏側が見えてきてんのよ。でいろんな人に話聞いたりしてたら、だんだん歴史の裏側から社会の裏まで教えてもらえるようになって、現代につながる昔の話から、あ、怖い怖い話がいっぱいある。怖い怖い話。怖い怖い話。怖いとか、うん、まあいろいろの、そう、お化けとか心霊系じゃなく、そう、今生きてるのが怖くなるような話。そうなんですか、うんうん。ちょっとカメラ止めて話しましょう。チャオ、あちゃんです。今ランチオフして帰ってきて、ここ梅田のなんかわからへんところ。阪急の下らへんぐらいかな、なんかすごい綺麗から動画撮りますね、はい、クリスマスイルミネーションされたの、なんかね、パリのネオンプランタンとかクリスマスにはこんなんなるんよ、あ、ピントが合わない、ピンが合わないわ、田舎のマトリでおったら田舎もおるとしてたらね、邪魔になるね、はい、こんな感じです。はい、ここからね、第2部のカフェに移動します。チャオ、あちゃんです。ランチオフ第2弾、2次会。ね、今日カフェへ移動しました。店のお店が名前わからへんねんけども、こんなマークのところ、ハンバーガーのマークのところ、よくわからへんところです。はい。というところでね、みんなで、うん、何か飲んでまた喋りましょうっていうことでね、移動してきました。はい。いただきます。なんていうお店やね。お店がわからへん。シェイクシャックはい、らしいです、はい、っていうところね、まあ、こんなマークのとこです、はい、ではいただきます、これ季節のレモネード、うん、甘っ、アメリカの味がする、そうないよ、何も好きやん、美味しい、ニクワクポテトで美味しいよ。周
りの店がすごくうるさい聞こえへんけど雰囲気のいい店です。音が引っ張っちゃうかもわからないけどね。結構ね、やっぱりね、コメント欄の中に仲良くなってくるっていう感じで、テーブルがね、お誕生日席の一番角席やみんなとゆっくりオフレコタイムしましょう。ちょっとだけ止めます。